の社長さん、社長さんが、うん、もう豪華絢爛、オプションじゃないですか。そうですよね、オプションですよね。レイトン教授からのこれ何ですか、オプションですか。あら仕事言うとったら、ここはレコーディング室ですね。そうですね、めちゃめちゃ豪華ですよこれは。お疲れ様です。失礼します。でもレコーディングスタジオなんでちゃんと防音性はあると思います。全然響かないですね。まあここ違いますけど、はい、音が響かない。やばいですね、普段のゲーム実況僕ここで、ね、撮りたいっすわ。これダルインニャン、どうしたんにゃん、ふざけんにゃん、シャー、フン、ウラ、カテゴリーに必殺技、特殊攻撃とか書いてあるんですよ。あ、これゲームの音当ての台本じゃないですかこれ。あ、そうなんですね。録音の気持ちも書いてありますね。ねえ、ここ下からえぐり込むように殴りつけるって。ふんふんって、そういうイメージですね。そうですよね。おお、すげえ。うわー、火のボタンですねこれ。ここだけボタンがありますよ。ずっと火のボタン。うん、あ、9、あ、いけってことですね。はい、それ2-1、9、どうぞ。それでは潜入していきましょう。それでは潜入していきましょう。いくぞー、レコーディング。あ、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 1ミリも響かないです。うわー、1ミリもプロ機材やっぴゃ。いいな、今新居なんですけど、はい、本当に響かない部屋作ってて。あ、なんか見ました。はい、すごい防音張ってましたね。じゃあちょっとサトチンさん見てくださいよ。はい、台本ありましたよ先ほどの。そうですね、ここに。せっかくなんでレコーディングしてる風に僕たちもプロの気分味わいませんか。はい。あ、でもこれも手荷物んじゃなくてこういう譜面台に置いて、あの、やりやすい方に。あ、わかりました。はい、やばいっすね、見たことありますよ。そうですよ、知ってる声優さんがこんな風にやってましたよね。え、で最初どうしましょう、グッチさんからいきますか。あ、じゃあ僕からお願いします。じゃあグッチさん1枚目の19番から24番、19番、ダルイニャンからウラーまでこのコメントの通りですね、ちょっとやってみてもらえますか。わかりました。で、9が出たらダルイニャンからウラーまでご自分の間でやっていただけますか。はい、はい、巻きでね。ダルイニャン、どうしてにゃん、ふざけんにゃ、しゃ、ふん、うら。はい、ありがとうございます。ちょっと頭の3つが3つともなんかシャドウ寄りになってたんで、うん、ライトっぽくやってみてもらってもいいですか。あ、本当だ、ライトライトライト、シャドウ、あ、ありましたね。あら、ね、設定の方がもう一回投資でやりますんで、頭の3つライトで、ライト、ダルイニャンから裏まで。あ、はい、じゃあ9出しますんで。頑張ります、はい、ダルイニャン、どうしたにゃん、ふざけんにゃ、しゃ、ふん、うら。はい、ありがとうございます。一回そちらに今の声を返しますね。さあ、一般ピーポーが声優をやったらどうなるのか。そうですね、すごいドキドキですね。やばいっすよ。だるいにゃん、どうしたにゃん、ふざけんにゃ、しゃ、うん、うらー。攻撃音がねえ、気持ちがしっかり入ってる。すごいいい感じでしたね。いや、棒読み感が激しかった。いやー、いやー、でも、もう攻撃してる時はもう映像が僕頭の中でちゃんとゲームの映像流れました。今シャーってしてる。もう今ので喉乾きました。やりきりましたよ。ただの体験だけですごい疲れました。そうですね。すごい貴重な体験させていただいたんですけれども、それだけじゃございません、さとちんさん。はい、なんと隣のスタジオでは、あの稲妻イレブンの公式生放送、稲妻ウォーカーのスタジオがあるということで、僕も見てました。
ニコニコでしたっけ。いや、あの YouTube ライブでもやってました。あります、レベル5さんの公式チャンネルでやってますから。そうですね、同時進行で結構ありましたよね。あ、そうですね、同時進行でもやってますよね。ちょっとじゃあお邪魔しましょう。おー、ついに来た。すげえ。サトチンさん、はい、こんなしっかりとした囲いのグリーンバック、うん、背面だけじゃないですよ、両サイドもありますから。おお、スタジアムのベンチじゃないですか。すごいだってさっきのアニメーションとかゲームのレコーディングスタジオから生放送のスタジオまで別であって、こんなに豪華な、そんな VIP な体験ですか。そうですよ、もうウームにも欲しいぐらいですよねこれ。そうですね、このような形でスタジオ回らせていただきましたけれども、いかがだったですか佐野陳さん。まさかこういうことをねできるとは思ってませんでしたね。貴重な機会でしたね。ぐちさんのおかげです。いやいや、佐藤陳さんのおかげですよ。言ってんすか。いや、妖怪おじさん1号2号で、妖怪おじさん1号2号で仲良く取り込んでいきましょう。はい、はい。